宝物集は、平安末期の仏教説話集。著者は、平安より。別名は、安より宝物集。自称年間の成立。本によって一巻、二巻、三巻、七巻の違いがあり、本文の移動も甚だしい。原型に近いのは一巻本だという。佐賀社課堂での相続の対話形式をとり、多数の説話を演員し、仏法こそが、 思考の宝物であると語る。概して四部に分けることができ、第一部と第二部は全体から見る序章のようなものである。第三部からこの世で一番の宝物は何か、ということが議論になり、最終的には第四部で仏法こそが第一の宝だということに落ち着く。世間で大切だとされているものは、公罪なかはして幸せになる反面。 不幸せにもなるのだから、何よりも尊いものは世底を超えた仏法だ、という教えを説いている。作者の平安よりは、五白河院の北面武士で、ケビー試験左門の城に任ぜられたが、安元三年、獅子方にの防儀に預かり、こと破れて、機械ヶ島に流刑されたが、翌年、中宮徳子平さんのための大社によって召喚され、帰京。その後は、東山宗派や指示に住み、 この説話集を編んだ。新日本古典文学大四42、第2種七巻本系統の吉川本を定本として収録される。七巻すべてに注釈が施された初のものである。各系統の入手しやすいテキスト1、一巻本月本、直子、月本正幸編、区内庁所領部、倉本宝も詰め市作員、9個書院、1993。2、 二巻本務石師をちひ北海道説話文学研究会、北海道大学附属図書館像二巻本、宝物集本国、北海学園大学人文論集第32号、2005、アーカイブ公開。三、カタカナコカツジ三巻本山田正然、大場明、森春彦編、宝物集、欧風、1995、参考文献目録、作品あり。 4. ひらがなこかつじ参観本坂巻理恵子、進出資料。ひらがなこかつじ版。宝物集。慶応義塾大学三田メディアセンター造本について。本文研究交渉。情報。資料第5集。泉書院。2002。5. ひらがな正版参観本宝物集研究会。京都大学英現文。倉蔵館英20年間。宝物集本国。宝物集研究第3集。 2002。6. 第1種七巻本、第2本仏教全書第91巻、1972。7. 第2種七巻本系、小泉博山田正然高中、宝物集館巨とも平山個人霊宅、新日本古典文学大系40、岩波書店、2003年。和歌多出一覧、歌人略伝がある。宝物集書本に関する参考文献。 小泉博子、小抄本法問詰めの研究研究編、角川書店、1973年、森春彦、法務集書本の本国一覧、研究と資料第76週、2016年12月、森春彦、法務集書本の本国一覧、続く、研究と資料第80週、2018年12月、平康よりに関する参考文献、 山田正然、平康より電気研究、山田正然著作集、第2巻、宝物集研究、欧風2015年。ありがとうございます。